沖縄で好きになった子が方言すぎて辛すぎるっていう漫画で、まあ、主人公のテルが、も、ま、う、あ、この女の子が好きなんですけど、まあ、この女の子はテルもただの友達としか思ってなくて、この、日ガさんっていう子がテルが好きで、ここの女の子があまりにも方言がすぎて、何喋ってるかわからないっていうことで主人公が困惑してもそのまあ通訳としてこの子が。 頑張るんですけど、まあ、僕個人としては、もうこの人公のテルは、この子よりも、この日がヒガさんと付き合ってほしいな、というふうにも思ってるんですけど、ただこれ、ま、沖縄のまあ方言で、あの、勘違いするところを、なんか面白おかしく表現してて、まあ、大変好感の持ってる漫画で、 これ、沖縄ネタじゃなくて十分面白いと思うんですよ。まあ、この間では、あの、まあ、沖縄のチラウミ水族館の後編か、後編から始まっていって、まあ、野豪だったり、チバリ用だったり、クスケとか、まあ、くしゃみの時のおまじないとか、まあ、そういうのを、まあ、教えてくれてます。あと、那覇の大綱祭りとか、山張里の大綱祭りの、ま、祭りのなんか、まあ、綱引きの話とかも、なかなか沖縄の文化もなんか、まあ、教えてくれる、 まあ、まあ、まあ、すべての館がそういうことを教えてくれてるんですけど、まあ、正直、連載始まった当時は、当時は、まあ、5巻ぐらいまでついたらいいんじゃないかなと思ったんですけど、こうやって読んでると、まだまだ続きそうですね。まあ、沖縄には結構、あの、礼拝所とかもあるんで、そのうちこの礼拝所の話題とかも出してくるんじゃないかな、とかも思ってます。